今回ね紹介させていただくこちらの方ね、ユープリンってお薬ですね、春季をコントロールしていって早熟から晩熟、身長ビヨン、医師学科科生成外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊で、ね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長の場所や人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのズバリですけど、ユープリン注射で早熟から晩熟へってことね、こちらの方についてお話しさせてください。まあね、私の動画見ていただいている方であればよくご存知の通り、身長のまつげに重要なポイントになってくるのが早熟ではなくて晩熟であるってことですね。早熟っていうのは早く身長が止まってしまう人ね、晩熟ってね身長が伸び続ける人ってことで、まあ、当たり前なんだけど晩熟が身長が高いと。その中でも極めて早熟な人に関して言うと、まあ、薬物治療を行ってでも身長を伸ばしてあげたらいいことがあるわけですね。でその中で有効な薬剤になってくるのは今回ね紹介させていただくこちらの方ね、リュープリンってお薬ですね。このリュープリンを使うと身長が上乗せすることができるという話をちょっとさせてください。こちらのリュープリンってお薬は、脳みそからですね、こう男性ホルモンを出しましょうとかそういったホルモンが出るんですけども、そこをカットすることになります。ですのでそういった男性ホルモンを抑えてあげたりだとか、女性ホルモンを抑えることができるというような薬剤になってきます。ですのでこの薬を使いこのよって早熟の子を、まあ、晩熟にっていうふうに一応タイトルで書いたんだけど、晩熟まで持っていくのが少し難しいかもしれないですけども、まあ、平均的な思春期スピードに、できるだけ近づけてあげるということができるようになります。でこの薬の特徴としては、残念なことに定期的に注射をしなくちゃいけない、まあ、一般的に4週間に1回注射しなくちゃいけないので、まあ、結構通院が大変なんですね。まあ、その点が、この注射のちょっと難しいところ。あとは、軽い早熟の場合ですとほとんどこれだけ使っても意味なくて、まあ、一般的には、まあ、春季早発症もしくは春季早発症レベルまで早熟であった場合にこういった注射が有効というふうに言われてますので、私もこういった注射を使う場合は、かなり限局した症例で使っています。ちょっと加えてですね、まあ、皆さんに覚えていただきたいのが、こういったリュープリン注射と成長ホルモンを併用するとすごく伸びます。逆の表現使うと、正直言うとリュープリンだけだとそこまで効果は高くないかなというふうに考えてて、このリュープリンと成長ホルモンを併用することを皆さんに、まあ、本気の場合ね、お勧めしています。まあ、ちょっともう一回簡単に振り返りたいと思うんですけど、車がどれだけ走りますかって質問を受けたら、速さかける時間、こんなふうに表現しますよね。このリュープリンという注射に関して言うと、その時間を伸ばしてあげるというのは作用になってきます。ただ、もともと時間がね、すごく短いタイプ、早熟のタイプの子に対して、まあ、そういった薬をやって、まあ、時間を伸ばしてあげるっていうところなんだけども、やっぱそれだけだったら、ね、ちょっと治療としてはですね、弱くて、やっぱりそこに成長ホルモンで、その速さですね、車で言うとスピードの部分を上げてあげるってことが重要で、逆の表現を使うと、これらをマッチさせることで、急に成長の結果が変わってきますので、まあ、リュープリンに関しては基本的には短剤での使用はあまりお勧めしてなくて、まあ、基本的には、成長ホルモンとの併用をお勧めしています。でその中で、まあ、思春期の、ね、程度としてはもう本当にもう思春期早発症かもしくは思春期早発症レベルの子に対してリュープリン注射を行い、そして成長ホルモンを行うということで、全員に使うわけではないですよってところね、そこも十分ご理解いただけるといいかなというふうに思います。まあ、先日ですねプリモボランについても挙げましたので、まあ、そういったプリモボランだったりだとか、まあ、リュープリンとかね、そういったところを使い分けながら、まあ、思春期をコントロールしていって、まあね、よりね早熟から晩熟っていうところで治療をね検討していただけるといいんじゃないでしょうか。それではね、今後も、ね、身長に関することに全身全霊でね配信していきたいと思います。それではまた。